岸田総理。岸田総理。トリクルダウンなんて起きないよ。30年経ってもまだわかんないのか。トリクルダウンは起きないよ。トリクルダウンではなくて、大手企業に仕事と金をつぎ込んで、そこから下請け孫請けにトリクルダウンすることを望むんではなくて、もうね、中小企業、零細企業に直接発注したらどうだ。トリクルダウンはもう起きないよ。直接発注がいいんじゃないの もしくは、この子会社にこの予算規模で仕事を発注するなら、お前んところにも仕事と予算つけるよっていうふうに、大きな会社に約束させればいいんじゃないか。簡単じゃないか。甘下り先はね、別にね、大手企業じゃなくてもいいんだよ。甘下り先は、中小零細の株式を上場してないようなちっちゃい会社に天下りしてくれ。頼むぜ。頼むよ。ね。あげくの果てには、賃上げを、賃上げの努力を中小企業に、 お願いする期待するお <laughs> 前何やってんだよ。いや、賃上げしたくてもさ、増税しちゃうと、賃上げできねえよ。よく考えてくれよも、もう。頼むよ、俺。結局から所得倍増って、お前の息子だけが所得倍増じゃないか。もう何やってんだよ。異次元の何少子化対策ふざけんなよ。自分は子供がいて、いいだろうがよ。残念ながら、このロスジェネ世代、子供作りたくても、家庭作りたくても、 できなかったよ。経済音痴のおかげで犠牲になっちゃったよ。何やってんだよ。このまま少子高齢化が進むと、確かに高齢者の票は自民党に集まるだろう。若者の票がもっともっと先細りしていくから、自民党盤石だよ。だからわざと少子高齢化作り上げたんじゃないのか。頼むよもう。何やってんだよ。